は、まあ、浅尾がいない分ね、田島と2人で、ね、中継ぎ頑張ってほしいなという、ね、そうですね、そういうボール投げてますよね。そうですね、はい、で同点で出てきたということで、バッターボックスは井端です。2人ってまだ勝ち投手になったことないですよね、はい、勝利ないんですよね、はい、ですからプロ初勝利というチャンスもこれピッチングによっては巡ってまいります。捨てで投げるが投げられませんか。井端サード内野安打、これは井端にとってはラッキーなヒットですね。そうですね、ラッキーなヒットですけどね、今、はい、ルナ取らなかったらファールじゃないかな、微妙な位置ですねっていう感じするんですけどね、取っていてもね、はいはい、もう無理なわけですから。ファーストランナー井端に代わりまして内野安打の井端変わります。ピンチランナー鈴木です。